北上鉄道株式会社は、兵庫県で、旧日本国有鉄道特定地方交通線の鉄道路線を運営している、加西市、兵庫県などが出資する、第三セクター方式の鉄道事業者である。本社は、兵庫県加西市北上町の北上町駅に所在。代表取締役社長は、西村和平。青駅のホームは、 加古川線西脇市方面行きと同じホームであるが、同線への渡り線は撤去されており、同線とは直通ができない。2020年4月末に中間駅である北家ケ口駅の列車交換設備の再設置工事が完成し、全国初となる保安システムとして、表見指令閉塞式を導入して、同年9月から運用が開始された。北条町駅には、 本社、車庫、研修庫、留置線がある。北条線では、イコーカ、ピタパなどの交通系、IC カードは一切利用できない。経営改革のために、以下のような取り組みを行っている。1985年の開業当初の営業収益は8000万円台であった。その後2000年代初頭に5000万円台まで。 落ち込むなど、危機的な状況に陥っていたが、2014年度には、再び8000万円台を回復し、開業以来最高値を記録。その後も8000万円台を維持している。北ッケ口駅行き違い交差設備事業は、国、兵庫県、加西市からの補助金、北上鉄道分は、企業版ふるさと納税の寄付により工事を行った。いずれもディーゼルカー、 形式のフラワーは火災市内に立地する兵庫県立フラワーセンターに由来する。また、オリジナル車両の形式番号は各形式の1号車が導入された年にちなむ。詳細なスペックは各形式の記事参照。同社の経理担当の取締役が約150万円を着服していたことが2009年10月に発覚した。 この元取締役は、自らの報酬を水増しする形で課題に受け取っていた模様である。この取締役は、全額を返還した上退職した。前述の社長の公募は、この事件を受けてのものと見られている。ありがとうございます。